紹介。紹介のパート2。パート2をしてるんだ。ちょっと鼻水とか鼻水とかがすごい出るんですけど、じゃあ紹介してでは、ね、紹介していきたいと思います。今日はマーのワンと違って違う服で。多分キティちゃんがリモートで倒してるこれは真っ黒です。はい。で、次このちょっとなんていうんだろう、ショートパンツ、ショートパンツに注目してほしいんですけど、このショートパンツはですね、結構なんていうんだろう、セクシーセクシーな感じで、台湾で買いました。そうだっけ。はい、ママが買いました。じゃあ次は靴下です。靴下、長い靴下、じゃあ落としちゃう。これここまで来るんですよ、本当は。そうだって、だからね、音符の靴下です。このここの音符長く2杯ですね、2杯。はい、ここはピンクになってる。この服長くてお気に入りなんですけど、他のバージョンもあって、色違いバージョン、色違いバージョン、ちょっと細でも入ってる。これがちょっとピンクっぽいバージョン。じゃあ片っぽだけこれを履きますので、はい、こんな感じです。こっちが普通に着てた方で、こっちが今履き替えた方です。はい、どっちの方が可愛いかな、好みとかコメント欄お願いします。コメント欄でお願いします。私の好きなのはこっちだけど、まあ人次第です。で、はい、今日のファッション紹介はこれで終わりです。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。あとコメントもお願いします。グッドボタンもお願いします。